英語で話した方がよろしいでしょうか。ドイツ語で喋れますけれども、たくさんここにいらっしゃるのは英語を喋れる方の方がたくさんいらっしゃいますので、英語の方がよろしいでしょうね。今日は医学とサイエンス側、そしてコンステレーションの役割、この間の架け橋についてのテーマになります。おそらく、通訳にとってはドイツ語の方がいいでしょうかね。だったらドイツ語で喋ります。そうですね、そうしましたらドイツ語にしましょう。やはり私はベルリン出身です。ベルリン人です。33年間アメリカで働いてました。バートさんとは、20年前に知り合いました。あなたたちと知り合いになれる、ここのこういった場で知り合いになれることを大変ポジティブに感じます。私の中で、変化になります。大事なことは、私にとって大事なことは、最も一番大切なことはシステミックワークということです。おそらく私の心からです。この変化に対して感じることは、医学と一緒に発展してきます。深く入っていくこと、この根拠に深く入っていくこと、この病気が何から起こるかということ、これはおそらく何か病気というのは必ず何かの理由があるんです。この根拠は、この根拠、病気の根拠は体の中で動いてきます。医学者は医者はそれについて診断書に書いてきます。けれども理由は書きません。例えば代理人として、これはラテン語なんですけども、ラテン語での情報なんですけども、それはこの根拠が何か結果をもたらすのかどうか、何か害があるかどうか、そのために何か害があるのかどうかというようなこと、これは心理的な何かの理由があるのか、もしくは家族コンストレーションの、ファミリーコンストレーションの理由から。私はドイツにいたときは大変深く、ドイツで医者としていた期間は、他の
電圧を使った、医学を自分は専門的にしたんです。ドイツに行ったとき、そしてアメリカに、移ってからは、そしてアメリカで初めてその医学、その、方法での治療を始めたんです。サンタフェで。そこで、人口は大変、そこで私が来てからあと多くなっていきました。そして大体6月、6ヶ月あと、4人か5人がですね、トラックで私の、この治療室、治療医院に、来るようになったんです。兵士が入ってきたんです。兵士たちが、ドイツのこの機器をですね、全部、見たんです。そしてこれをチェック、そこで、検察したんですけども、これは、イレガールだから何、これは、違法だという、この機器が違法だということを言ったんです。そして5000万ユーロ、そういった、それが違法なので、それだけ払わないといけないというのがあったので、もうその軍人に、渡してしまいました。アメリカでの、医療社会共同体について、医療方法をその後変えたんですけれども、そし、ソフィーがその後ろ、その2ヶ月後に来て、12人の、自分の同僚が殺されたということです。この それに、私は今日、私の頭か、それから手が、今のところは、健全だということをですね、安全だということが分かりました。ファミリーコンステレーションに対して科学的な見解で今から、言いたいと思います。そしてもう一つ何か他のことを言います。それは知識学で、そしてまた何か言います。そしてあなたは、理解するでしょう。最初に言うことは、もし、ファミリーメンバーが、戦争で何かトラウマが、あったとき、戦争の中で、これは、苦悩、それかもしかすると、相互的、ファミ
家族の中で総合的な問題が起きて、それはその体の中でそのように変わっていきます。例を挙げていきます。子供が生まれたばかりの時にはみんな鼻は一緒です。10歳ぐらいになったら鼻がだんだん成長しています。この大体18歳ぐらいになったら、この他の例は、あなたのたくさんの方がジャケットを着るのを忘れました。そして外に行けば寒い冬を感じます。それからジーンズを着ることによってまた暖かくなっていきます。これはホルモンからホルモンの力によって暖かくなるんです。ホルモンのアドレナリンから、そして肌が肌と一緒になって、この もしその人がトラウマを持っている人がいた場合、それからこのメカニズムによって壊されます。この災害は、この病気は人生でその人に、その人が治療されるということはなりません。その人が子どものお父さんとかお母さんになったら、またその病気が、そのダメージがまた引き継がれるんです。それはそれは家族のジェネリックの問題なんです。今までの間にこの分野においては何が起こっているのか、何があったのかということは知られていません。これはあくまでも物理学の間で分かることであります。もし健康ならば 99% の人は私たちが生まれたときに、40,000 to 50,000 genes.
Diese Gene sind alles Viren und Bakterien und Keime, die sich an unsere Gene anhängen. These genes are all viri, bacteria and substances that connect themselves to our genes. Und die Epigenetik ist zuständig, die stillzuhalten. And epigenetic is responsible for keeping these genes inactive. Ein Beispiel. One example. Ein junger Soldat muss nach Russland in den Feldzug. 若い兵士が、ロシアに戦争に向かわないといけないとします。そしてまた、23歳の時に戻ったとします。そして、深いトラウマに陥っていました。彼は普通に住んでたんですけれども、唇に注射を打ってたんです。多分2回ですね。ウイルスがシステムの中に、彼は、子供を妊娠している女性に会いました。そして、不可能だったことは、子どもはインフルエンザにすぐにかかって生まれた後に、そして子どもはパラサイトに、されました。なぜかといえば、この、インフルエンザにかかってしまってましたから。そして、25歳になった時に、自分の子供が生まれました。一人目の子供は、完全にもう、ひどい、アレルギーになってしまってました。そしてもしくは、もう勉強することができないという問題が起きてました。これは分析的なことなんですけども、アメリカの分析は、20年間の間ではどういった病気で死んだかという分析をしました。がん、がんの問題は少し、少なくなりました。そして心臓、発作、これも少しずつ少なくなりました。Morbus Parkinson, multiple sclerosis, multiple sclerosis, morbus Alzheimer's. 65% は脳の病気で亡くなるという分析がされています。本当の理由は、しかしながら、あくまでもジェネリックの問題なんです。私の子供、お父さんについて後で話したいと思います。お父さんのお父さんは第一次世界大戦にいました。そして第一次世界大戦に行ったことによってトラウマを持ってました。そしてジェネリックのダメージを、もらってきてしまいました。そして第二次世界大戦でもまたトラウマを持ちました。この、ダメージが
2倍になってしまいました。そして私の世代に戻れば、この災害はもう私は受け継いでないんですけども、私の世代の災害、病気の理由は、それはもう戦争からでは来ないということです。2つのファクターから来ることになります。これは環境的問題、環境災害ですね。例えば汚染問題、例えばラジオから来るような、それから例えば携帯電話とか、そういった電気からの汚染、それからジェネリックのこの病気、この2つのフィールドがあるんです。例えば子どもは、おじいさんからの病気を引き継いでいたり、私がもらった病気というのはまた他の人に、他の家族の他の人に行くということになるんです。ステファニー・セネスという大変な重要な問題があります。彼女は総合作用についての研究者なんです。この電気汚染、これについてのその科学において彼女は大変重要な研究者なんです。これはコンピューターサイエンスのコンピューターサイエンスの専門家です。そしてさらに彼女は計算したんですけれども、2025年についてどの2番目、5年ずつのサイクルで2番目、この分析を数えるというそのやり方は、この数はすべての政府が知ってます。そして今日まで、私がどうして今ここに立っているんでしょうか。これは、環境医療について説明するため、そして私たちは、コンステレーション、作用の中での、私が今いるのは、このトラウマの継続、家族コンステレーションからのこの継続を止めるためなんです。すべてこのジェネリック的なこの病気、受け継いだ病気を止めるためにあります。子どもたちや若い人たちは、この環境と、もう一度うまく、生きていくということができるようにします。
5歳の男の子が自分の、治療に、来ました。そして、マイクロソフトとボーイングの間にいました。このマイクロソフト社と、ボーイング社の間にあった治療室でした。ですので私の、ほとんどの患者はマイクロソフト社かボーイング社の社員だったんです。それで私はそれについてたくさん彼らから情報を得たんです。子どもの時に、特別な典型的な、この、病気を持ってたんです。アルミニウムの、この、害、もしくはお母さんから、受け継いだ、病気を持っていたり、災害で、その5歳の男の子との治療を続けたんですけれども、1年前はこの子どもはお母さんと一緒にお母さんを見つめることができませんでした。遊ぶこともできませんでした。そしていつも子どもに1人、部屋に1人でいました。1年後には子どもはお母さんといい関係になりました。そして、自分の治療室に来るときにはお母さんと、と肩をつないでですね、そして、キスをしたりとかしてたんですけども、しかしながら喋ることはなかったんです。言葉は全くなかったんです。静かでした。それで、この両親は、この子どもの両親は、ファミリー、コンステレーションでの、作用を勉強しました。その、実用的な、ものなので、自分もその治療室でそれ、その方法で自分も治療に使う。利用したんです。例えば親戚とか家族とかみんな集めて、そして、そのこれがコンテンションのために働くことで、したことです。そしてこれによって私は、成し遂げることができました。コンステレーションで働いたんですけれども、たくさん私は整理しないといけませんでした。お父さんが一人で来ました、治療室に。彼側の家族と一緒に、働かないといけなかったんです。そして彼の、おじいさん、おばあさんからと、から私は見ました。インドから来た家族だったんです。そして彼の家族の中でインドのその考え方がたくさんあったわけです。インドから来た移民者だったからです。この15分間続いた治療の中で、お母さんは子供と一緒に待合室で待っていました。15年後のこの治療の後にドアを開けて私の治療室に入ってきました。お母さんは部屋に来て、子供はお母さんの後ろに行って、そして子供は、お母さんの後ろに隠れて言ったんです。おはようございます、先生。しかしその前には全く喋れなかったんですけども話したんです。
それで言いました、おそらく人間としてこれからは希望があるでしょうと。必要だったのはコンビネーションでした。良い環境の、環境の医療と、それからファミリーコンスレーションの、このコンビネーションが大切だったんです。今からは科学的な、トピックに入ってきます。ここから何かを見ることができるように、自分は、今から望みます。これは知識です。これはチューリヒ大学のものです。最初の実験室では、ウサギの子供、トラウマが思ったウサギの子供がカゴの中で2、3週間ウサギは成長を続けていくうち、しかしながら心配を持ってました。心配してました。その心配はそのウサギの行動で見えました。そしてウサギは、ウサギが子供を産んだんです。しかし、それでも、また、次の子供ができた時もずっと心配を持ち続けたウサギだったんです。あなたが、この、すみません、ネズミです。この経験は7世代続きます。治療、心配がなくなることはないんです。なぜなら、子どもたちはうさぎ、ネズミと一緒に働いたくないからです。面白いことには、この、面白いことは、ネズミの子供はいつも、実験の、サイエンス実験、科学実験の、犠牲者なので、そのことから、この実験はワシントンで行われた実験についてです。またさらに減りました。さらに唯一のネガティブな経験は、ネズミの若い時代に、世代ごとにまた、すべての、このネズミが、死ぬまでこの世代の、引き継ぎがずっとつながれているということです。生物学というのは正しいんです。もしそれが正しくなければ、私は殺されてしまいます。これは、
環境医療、環境医療についての分析です。Which causes decreasing fertility until this family line dies out. Und ich schlage jetzt gleich mal den Bogen zu dem, was ich eigentlich sagen will. And I will get right now get to what I wanted to say. Es gibt im Moment drei große 今、3つの大きな、試しをやってます。私が今言いたいことはこの3つのことについてです。アジェンダ21、原案21というのが、これが、国連では、公のものになっているんですけども、これは私の人口の今の数を保たないといけないということです。これは将来、私はこの印刷物を印刷したんですけれども、もし興味があれば、大事なのは女性の分野です。私が学んだ時の医療は第一子は3分の2の子供は、第一子目はですね、お母さんから、病気を受け継ぎます。3分の2の人はだからこそ分かっていることは、第1子目が一番、お母さんから引き継いだ子供、病気で病気を持っているということなんです。第2子とか第3子の場合は第1子に感謝しないといけない、ありがたいと思わないといけない。なぜかというと、このお母さんから受け継いだ病気が自分たちにはないからです。第一子目が一番大変だったということをみんな兄弟の中で知ってるでしょう。第一子目はそんなに賢くはないし、いろいろと難しい問題があります。そして第2子目、第 3子目はそれを知ってます。だから、ありがたいというふうに思わないといけません、第1子に対して。そしてヒーリングを家族にもたらすことができるんです。これは、子どもについての記事なんですけども。妊娠することによって女性は大変ストレスを持ちます。もしくは、タバコを吸ったり、もしくはお酒を飲んだり、そういうことで、ストレスを感じているんです。もしくは、わけのわからない、ウイルスの注射によって何か、病気が出てきたり、それから、
例えばそういったお母さんからできた子どもは、この記事はそれは言ってませんけれども、その子どもが24歳になって自分の子どもを持ったときに、その子どもたちはこのハイパー行動について、アレルギーについて、またその子どもがまた25歳になって、また子どもなのになって、この部屋にいらっしゃる皆さんはほとんどその世代なんです。もしあなたが子供がいたら、もっとたくさんの子供がたくさんの病気を持っています。私の情報はコンステレーションウォークです。コンステレーションの作用です。出産の前に注射をしたとき、例えば他の彼らはメンタルな今度は問題が起きることになります。このたくさんあなたたちの多くは、私も含まれてですけれども、次の記事について、子どもが50歳、60歳になったときに、どのように生物ガスが動くかということを私は今から提案していきましょう。汚染によって私たちは汚染されます。この永遠に続く、ジェネリックの、メカニズムはもっともっと大変な、私たちが立つことができなくなる、また、when we are not able anymore to stand it,
dann wird es einen politischen Willen geben, was zu ändern. Then there will be a political will to change something. Und ich vertraue fest darauf, dass wir als Rasse überleben werden. And I have deep trust in the fact that we will survive as a race. Und dass es gut weitergeht. And that it will continue well. Wenn wir die Leute kennen, die die ursächlich verantwortlich sind für die Kriege. If we know the people who are the ones who are mainly responsible for the cause of wars, die Leute in der Agrarwirtschaft, die uns die Böden vergiften, the people in the agro-business who poison the ground, die Leute in der Kommunikationsindustrie, die Wellenbereiche aussuchen, die schädlich sind für uns. The people in the communication industry who choose frequencies, wave frequencies that actually are harmful to us. Es sind die gleichen kleinen Gruppen, die dahinter stehen. These are all the same small groups that are behind that. Ich glaube daran, dass wir als Menschen, die meisten von uns, I believe that most of us as human beings are good in their nature. Aber der Widerstand muss von uns kommen. But the resistance has to start with us. It has to come from us. Unsere Politiker sind entweder zu dumm, our politicians are either too dumb oder zu korrupt, or too corrupt, um zu verstehen, an welchem Unheil sie teilnehmen im Moment. To understand in what terrible machinery they are participating in. Gut, ich möchte jetzt Moment bisschen auf was anderes gehen. Ich glaube, so ich zeige. I want to get something else. Ich zeige erstmal ein bisschen was von den Umwelteinflüssen. I believe I will first show you something about the environmental influences. Der Grund ist der für mich, dass wir so viele von uns wie möglich aufwachen müssen. The reason being that most of us have to wake up. ここにいらっしゃる、皆さんはほとんどたくさん、いろいろな国から来てます。この、おそらく、非環境不幸だということを申し上げないといけないです。たくさんの知識者が私の患者番です。そして知識が与えられます。そして3つの舞台を私は今示したいと思います。最初のステージは、無知識だということ。2つ目の、ところは、世界での破壊。私も、Oder wir sind wütend, or we are enraged, oder fühlen uns machtlos, or we feel impotent, oder wir möchten einfach nicht hinschauen, or we simply don't want to look at it. Das ist die häufigste Reaktion. This is mostly the reaction. Klinghardt, geh weg. Klinger, go away. Und dann kommt das nächste Stadium. 3つ目のステージでは、wo wir dem was schlecht ist, was geändert wird. 私たちはが、変わるためには目を見つめ合わないといけません。それは感情からです。感覚からです。今から、心の中で何があるかということを今から説明していきましょう。
got to something. 体から集められた、病気の質なんですけれども、この分析するために、事件性分析するためにえー、多額のお金をその、実験のために使っているんです。Ability or effect, toxic effect, yeah, to make us sick, to make us sick, 80% die uns erkranken, sind nur zwei Stoffe, are actually only two substances. Eins ist Aluminium, one being aluminium, das andere ist Glyphosat, and the other is Glyphosat. Glyphosat ist ein Herbizid, which is a herbicide, das von Freunden von mir in USA hergestellt wird, which is produced by some friends of mine in the United States, und es ist seit 50 Jahren im Handel, and has been on the market for 50 years. In fast allen westlichen Ländern ist es das Hauptgift, was auf den Feldern verspritzt wird. It is the main toxin that is used in the fields of in the Western world. Aber davor können wir uns noch ein bisschen schützen. But we can still protect ourselves a bit, wenn wir es wissen. If we know about it. Aber es gibt ein anderes Gift, das Aluminium, vor dem wir uns nicht mehr schützen können. But a different toxin, which is aluminium, is one we cannot protect ourselves against. Ich zeige kurz warum. Also and I will show you shortly why. Hier ist erstmal der Zusammenhang, dass auf medizinischer Ebene heute klar ist, dass der Autismus bei Kindern hauptsächlich verursacht ist durch das Aluminium, was von der Mutter auf das Kind wird. So here is the medical background on the fact that the majority of aluminium is passed on to the child through the mother. Und dann zusätzlich dann Aluminium den Kindern noch gespritzt wird durch die Impfstoffe. And that through vaccines there is even more aluminium that is given to the child, injected. Hier der Gesamtzusammenhang, dass ich habe vorhin erwähnt, dass ein enormer Anstieg ist von neurologischen Erkrankungen. So, as I already said before, there's enormous increase of neurological diseases. Ja, dieser Artikel zeigt, dass das Aluminium eine ganz besondere Rolle spielt in dem Anstieg an chronischen neurologischen Erkrankungen. And this article shows and proves that aluminium plays a main role in this increase of neurological diseases. Das Haupterstsymptom ist der Gedächtnisverlust. The first main symptom being the memory loss. Und ich würde wagen zu sagen, dass alle von euch betroffen sind davon. And I would dare to say that all of you are involved there. Sobald du das weißt, kannst du dagegen arbeiten. As soon as you know it, you can work against it. Aber solange du es nicht weißt, but as long as you're not aware of it. Gut, bisschen was über Aluminium in den Impfstoffen. So this is a little bit about aluminium inside the vaccines. In Europa und USA ist das Quecksilber in den Impfstoffen zum großen Teil ersetzt worden durch Aluminium. In most parts of the United States and Europe, mercury has been exchanged by aluminium in the vaccines. Im Jahr 2000. Which was, this change was made in the year 2000. Die Bill Gates Organisation, the Bill Gates Organization, hat das ganze quecksilberhaltige Impfmaterial aufgekauft, bought up all the vaccine stock with mercury und verkauft an China, and sold it to China, so dass die Chinesen sehr sehr stark betroffen sind heute davon. So that today this has had a great effect on the Chinese population. Und er hat das Quecksilber, was bekannt war,
was viele neurologische Schäden bei Kindern verursacht hat. And the kind of mercury that was already known as one damaging neurologically the children the most in den Impfstoffen verdoppelt, was then doubled in the vaccines und den afrikanischen Ländern aufgezwungen, and was then put on the market in Africa. Hier ist mal ein paar Werte, wie man sieht, wie viel Aluminium in den verschiedenen Impfungen heute drin ist. So here are some numbers, so you can see the quantity of aluminium inside the vaccines today. Für einen Wissenschaftler erschreckende Zahlen. So for scientists, these are horrendous numbers. Hier sieht man, wenn heute in den Impfstoffen ist immer noch geringe Mengen Quecksilber drin, in der Grippeimpfung noch sehr viel. Nowadays there are still some quantities of mercury in the vaccines, mainly for example in the vaccine for flu. Und in dieser Studie sieht man, wenn man Quecksilber früher geimpft hat, das ist das Überleben vom Gehirn. So here on the left side is the survival of the brain. Und hier ist die Zeit nach Gabe von Giftstoffen and this here in den Impfungen indicates the time after the vaccine has been applied. Ja, und wenn das, der Impfstoff Quecksilber enthält, leben noch 35% der Hirnzellen. So after mercury has been applied, only 35% of brain cells still live. Ja, wenn man, wenn man Quecksilber verbindet mit Aluminium, so wie es heute ist, if mercury is combined with aluminium as it is done today, dann sind nach 24 Stunden alle Hirnzellen tot. Then after 24 hours all brain cells are dead. Und dann wenn man noch Testosteron dazu gibt, and if you add testosterone to it, wenn der Geimpfte ein Junge ist, if the vaccinated child is a boy, sind in diesem veröffentlichten Experiment nach 4 Stunden schon alle Hirnzellen tot. Then, as shown in this experiment, after 4 hours only, all brain cells are dead. Ich möchte hier sagen, dass ich kein Impfgegner bin. And I would like to say that I'm not a vaccine opponent. Sondern dafür bin, dass vernünftige Impfstoffe verwendet werden. But I am actually in favor of good vaccines being applied. Die sind längst entwickelt. That have already been developed. Aber werden aus dunklen Gründen nicht verwendet. Yet for very shady reasons they are not being used. Okay, ich überspringe mal ein bisschen. Hier mal ein Artikel, wo drin steht, dass das Aluminium in den Impfstoffen das Gehirn chronisch kaputt macht. So this is another article. I will skip a little bit of aluminium causing damages in vaccines. Hier unten ein Artikel, der zeigt, dass das chronische Müdigkeitssyndrom durch das Aluminium verursacht Here ist. Another article that the chronic fatigue syndrome is caused by aluminium in vaccines. Gut, ich überspringe mal ein bisschen. Or we'll skip a little bit more. Hier ist die Studie, wo ein Professor aus England hat geschaut, ja, warum setzen wir das Aluminium zu? So here is a study carried out by a professor from England asking the question why we add aluminium to the vaccines. Was für Sicherheitsstudien wurden gemacht? What kind of safety studies have been carried out? Und seine Antwort war, es gibt überhaupt keine Studie, die gemacht worden ist. And his answer is that no study has been actually carried out. Gut, und jetzt ganz kurz, ich bin über eine Methode, die ich euch beiden übrigens empfehle, so die Apherese. This apheresis method that I have found out that I also indicate to you. Blut wird aus einem Arm abgenommen. So blood is taken from one arm. Wird gefiltert. Is filtered. Und wieder injiziert in den anderen Arm. And then injected into the other arm. Und in dem gefilterten Material verdichten sich die Giftstoffe, die im Blut sind. And in this filtered process, the toxins are condensed, so dass man sie leichter nachweisen kann. So it is easier to evidence, to give evidence to them. Es gibt so einen kleinen Beutel hinterher. So in the end, you have this small bag, in dem die ganzen Gifte drin sind, in which all the toxins are contained. Wenn man das aufmacht, if you open that, es riecht so wie was, was der Hund nach Hause gebracht hat. It smells like something rotten that the dog has brought home.
Gut, und dann was wir über diese Methode festgestellt haben. So what we found out through this method. Hier sieht man den Wert für Aluminium. Here we can see the value for aluminium. Und hier den Wert für Blei. And here for lead. Lead. Lead, sorry. Und Aluminium ist 140 mal höher als der Bleigehalt. So the aluminium value is 150 times higher almost than wir haben jetzt ausgerechnet lead. Bei über 200 Patienten nachgerechnet. And we have calculated that with about 200 patients. Aluminium ist um den Faktor 94 mal höher in uns. 94 mal. So that the aluminium factor is about 94 times higher than the next highest toxin. Als der nächste Giftstoff. Warum ist es nicht bekannt? Why is this not known? Amerikanische Labore, die Testungen machen für Aluminium. American labs that carry out tests for aluminium. Kriegen einen Brief von der Regierung. They receive a letter by the government. Wenn ihr nicht sofort aufhört, if you don't stop this at once, machen wir unser Labor, euer Labor zu. We will shut down your lab. Ich weiß nicht, wie es hier in Deutschland aussieht. I don't know how it is here in Germany. Aber ist sicher ähnlich. But I believe that it is quite similar. Die Amerikaner haben nie einen Friedensvertrag unterschrieben mit Deutschland. The Americans never signed a peace treaty with Germany. Und jedes Gesetz, jede Maßnahme in Deutschland. And every measure or law that is being established kann gevetoed werden von der amerikanischen Regierung. Can be vetoed by the American government. Die meisten von euch wissen das nicht. Most of you are not aware of that. Die Amerikaner sind sehr stolz darauf. The Americans are quite proud of that. Ich habe es nur über meine amerikanischen Kollegen rausgefunden. And I became only aware of that through my American colleagues. Wichtig, was jetzt kommt, ist, dass der Luftraum über Deutschland. What is important now is that the airspace above Germany ist amerikanisches Hoheitsgebiet. Is part of the American territory. Okay, hier sieht man bei diesem Flugzeug, wir kommen jetzt drüber zu sprechen, wo das Aluminium herkommt von denen von uns, die nicht geimpft sind. So here we get to the point where we get to the quantity of aluminium contained in those of us who were not vaccinated. Es geht hier um die Streifenbildung hinter den Fliegern. So here we see these traces behind the airplane. It's not behind the engine. It's not behind. Es ist nicht hinter den Turbinen. Yeah, it comes out on the side. Es kommt von den Seiten. And the normal vapor that comes from the engine. Und das normale Gas, das aus den Turbinen stammt. I'm trying. verdunstet nach 30 Sekunden. Then dissipates in about 30 seconds. Was wir heute sehen, fast immer. So what we usually see nowadays, dass die Streifen bleiben, is that you can still see these traces, und die breiten sich langsam aus, and they expand, und machen da so eine graue Decke, and then they form this gray mass. Ja, hier ein paar Bilder. Here there are some images. Hier über Berlin. This is over Berlin. Meine Patienten vom amerikanischen Geheimdienst haben mir verraten, have told me, dass es nicht möglich gewesen wäre, Angela Merkels Telefon abzuhören. That it wouldn't have been possible to tap into Angela Merkel's telephone. Ohne dieses hier. Without this here. Ja, das sind Aluminiumverbindungen. These are aluminium. Dadurch steht am Himmel compounds. Am Himmel eine Metalldecke. So you create a metallic roof in the sky. Und die Ursprungsidee ist, dass es so eine Art Sunscreen ist, also dass die Sonne reflektiert davon. So the idea is actually that the sun is, so to speak, reflected by this layer. Als eine Art Klimakontrolle. As a form of climate control. Hier irgendwo an der Donau. So this here is somewhere above the Danube River. Hier sieht man sehr deutlich, dass es sich um Linienflüge handeln muss. Here we can see very clearly that these have to be airliners.
Dann sehen wir diese eigenartigen, unnatürlichen Wolkenformationen. Then we see these very unnatural cloud formations. Diese pulsierten Wellen. These pulsing waves. Die Chinesen sind auch dabei. The Chinese also belong to this. Hier ist irgendwo in Frankreich. This is somewhere in France. Und hier bei uns um die Ecke. And here just around the corner. The Golden Gate Bridge. Hier sind Bilder, die wir bekommen haben von Boeing. Here, these are some images we received from Boeing. Ja, die richten diese großen Riesenflugzeuge ein mit diesen Tanks. Who are installing these gigantic aircrafts with these tanks. Die gleiche Firma stellt die Flüssigkeiten her, die die Insektizide und Herbizide herstellt. This is the same company creating the substances which are the herbicides and insecticides. Ja, ich darf den Namen, agrotoxics, and I may not say the name, unfortunately. Man spricht hier die Technik insgesamt nennt man Geoengineering. So this whole technical aspect is called geoengineering. Für die Deutschen es gibt eine sehr gute Informations-Internetseite. For Germans there's a very interesting website for information. Saubererhimmel.de. Translated it's like cleansky.de. Okay, dann haben wir uns Gedanken gemacht. Okay, wenn es stimmt und da oben wird Aluminium auf uns runtergerieselt. So we thought about the fact that okay, if this is true and there is actually aluminium being we're being showered by aluminium from above. Dann haben wir Messungen finanziert im Regen. So we financed these tests in the rain. Und hier oben sieht man den Wert in den USA 0,5 Mikrogramm pro Liter. And here in the United States you can see the value of 0.5 nanograms per liter. Micrograms per liter. Die amerikanische Gesundheitsbehörde sagt, wenn die Luft mehr enthält als dieses, muss die Bevölkerung gewarnt werden. The American Health Authority says that if this value is higher, then the population has to be warned. Der Regen nach diesem Bespritzen vom Himmel. The rain after this dissipation in the sky. Ja, dieser Wert hier liegt über 2000 Mal über diesem Wert. So this value here is 2000 times the lowest value. Keine Entwarnung der Bevölkerung. There has been no warning of the population. Ja, hier der Wert, der liegt hier bei 7000 Mal über diesem Wert. Here, 7000 times this value. Ich bin da drauf gestoßen, vor 5 Jahren waren wir Skifahren im Schwarzwald. So, the way I found out about this, 5 years ago, we were here in Germany in the Black Forest skiing. Das ist eine Gegend, wo ich als junger Arzt gearbeitet habe. This is a region where I used to work as a young doctor. Am Feldberg oben. Up on the Feldberg. Als Skiarzt. As a skiing doctor. Und ich wusste sehr genau, wie das Klima vor 40 Jahren dort war. And so I knew very well how the climate was there 40 years ago. Wir sind morgens Skifahren gegangen, schöner blauer Himmel. We would go skiing in the mornings, you know, there was a beautiful blue sky. Dann kamen diese großen Air-Tanker, die diese Linien gelegt haben. And then these huge air tanks came flying by that dissipated these steams. Dann kam diese, hat sich diese weiße Decke gebildet. And then this white layer was forming in the sky. Und durch die Wetterlage hat die Decke sich gesenkt. And because of the weather situation, this layer actually came down. Und wir mussten alle husten. And we all had to cough. Kamen Kopfschmerzen. We got headaches. Und haben uns zurückgezogen. And we withdrew in unser Hotel. To our hotel. Und haben gemerkt, and we noticed viele andere Leute die Pisten verlassen haben. That many other people were coming away. Obwohl der Schnee gut war. Besides the fact that the snow was okay, was dann, in a good condition. Dann fing's an zu schneien. Then it started snowing. Und ich habe den Schnee eingesammelt. And I sampled the snow. Und in dem Schnee war mehr Aluminium als Schnee.
and in the snow there was more aluminium than snow. Im Schwarzwald. In the dark forest, black forest. Dann haben wir Bodenmessungen gemacht. Then we took samples of the ground. Und haben gesehen, dass im Moment Riesenmengen an Aluminium im Boden sind, in and der Erde. We saw that there are huge quantities of aluminium in the soil right now. Und damit auch im Gras. And therefore also in the grass. Wir haben diese Messung gemacht in Norwegen. We took these samples in Norway. Wo die Kühe vor vollen Weiden stehen. Where the cows are grazing on full meadows. No, that's the point. They're not grazing. They're standing there. Und das ist eigentlich der Punkt. Also die grasen überhaupt nicht. Die stehen einfach nur da. Und verhungern vor voller Weide. And they actually starve with a full meadow in front of them. So dass die norwegischen Bauern Gras importieren müssen. So that Norwegian farmers actually have to import grass. Gut, und dann ein bisschen aus der Literatur, das möchte ich nicht zu langweilig machen. Well, now a little bit of literature. I don't want this to become too boring. Das Wichtigste ist, dass Aluminium in allen Blutgefäßen, die wir haben, Entzündungen macht. The most important factor is that aluminium causes infections in all blood vessels. Inflammation. Inflammation, sorry. Nein, not infections, inflammation. Ja. Und diese Ablagerung von Aluminium Nanopartikeln. And these aluminium nanoparticles that clot up in the blood vessels ist der Nährboden für viele Infektionserkrankungen. Become the nourishing ground for many infections. Einschließlich der Lyme-Borreliose. Including Lyme disease. Gut, und spannend war für mich, dass diese Studien. And what was interesting for me that these studies über aluminium nanopartikel about aluminium nanoparticles sind finanziert von der gleichen Firma are financed by the same company die diese Mischung herstellt für die Flugzeuge that creates this mixture for the aircrafts. Es sind inzwischen 42 Länder bekannt. So die mitmachen. By now 42 countries who participate in this are known. Wobei in China und Russland weniger toxische Mischungen verwendet werden. Whereas in China and Russia, less toxic substances are used. Ganz Europa wird gespritzt. All of Europe is being sprayed. Wenn Sie ein Auge dafür entwickeln, ja. If you pay attention to that when you're looking. Heute war ein sehr schöner Himmel. Today was a very beautiful sky. Es ist immer günstig zu schauen, wenn das Spritzen wieder anfängt. So this is a good time to look up and see when the spraying starts again. Gut, hier nochmal, also die Mitochondrien gehen kaputt für so die Mediziner hier. Here again, the mitochondria are destroyed. This is for the medical experts. Ja, und wir können Aluminium in den Mitochondrien finden bei and jedem von uns. We can find aluminium in everybody's mitochondria. Gut, und dann wissen wir den Zusammenhang von diesem Aluminium mit den ganzen neurologischen Erkrankungen. So here we see the context, the connection between aluminium and all these neurological diseases. Und hier mal ein Artikel, der zu dem Thema veröffentlicht ist. And here is an article that has been published on the matter. Ja, in einer guten schulmedizinischen Zeitschrift. In a medical school magazine. Ja, also hier der Name Tanker Jets. So here is, comes the name Tanker Jets. Hier das Wort Geoengineering. Here is the word of, for geoengineering. Zur Wettermodifikation. The weather modification. Und Klimamodifikation. And climate modification. Und hier ist das Aluminium. And here is where aluminium comes in. Leider sind da auch noch andere Substanzen mit dabei. Unfortunately, there are also other substances involved. Zum Beispiel radioaktive Metalle. For example, radioactive metals. Depleted uranium. Depleted uranium. Uranium. So. Yeah. Und es wurden sogar Keime gefunden, die absichtlich mit dazu gemischt werden. And there were other substances that were mixed in on purpose. Gut, hier nochmal ein Bild, wofür, germs, sorry, wofür die Dinge, warum wird es gemacht? So here, why is this being done? Und was wird verspritzt? And ja, also what is being sprayed?
das Wichtigste für uns oder was für uns Menschen am schädlichsten ist. So what is damaging us as humans the most? Für diese ganzen neurologischen Erkrankungen. In considering all these neurological diseases. Das sind winzig, mikroskopisch kleine Fiberglaskügelchen. Are microscopically small little fiber balls. Die mit Aluminium bestückt sind. Which are coated with aluminium. Und die wir einatmen. And we breathe in these particles. Und ganz kurz noch, wer von Ihnen weiß, die häufigste Krebsart bei Frauen. And who of you is aware of the most common kind of cancer in women? Oder die meisten würden sagen Brustkrebs. Most oder? Of you would probably say breast cancer, right? Die neue Statistik zeigt, dass es Lungenkrebs ist. The new statistic shows that it is actually lung cancer. Seit wir aufgehört haben zu rauchen, since we stopped smoking, ist die Zahl an Lungenkrebs hochgegangen, nicht runtergegangen. The number of lung cancer has actually increased and not decreased. Ja. Gut, Moment, ich guck noch mal schnell, was hier noch kommt, dann zur Entgiftung. So, ich habe einiges zu sagen zur Entgiftung. Deintoxication, I have some things to say about that. Detox. Aluminium wird entgiftet mit Kieselsäure. Okay, Kieselsäure. Aluminium can be taken out of the system through Silicic acid. Silicic acid, very, thank you. Silica, ja, Silica. Und es gibt verschiedene Produkte. And there are several products. Das wichtigste Produkt kommt aus Russland. The most important product actually coming from Russia. Und ist billig. And is inexpensive. Das heißt übersetzt auf Englisch. And it is translated into English. Enterosgel. Enterosgel gel. Wie viele von Ihnen sind aus Russland? How many of you here are from Russia? Ah ja, only a few. Okay, just a few. Enterosgel. Enterosgel. Danke. Ja? Thank you. Ein Teelöffel dreimal am Tag so zwischen den Mahlzeiten. A teaspoon three times a day between meals. Ja. Und als bekannt wurde, es ist spannend, als bekannt wurde, dass wir damit das Aluminium aus dem Gehirn holen konnten. And it's very interesting that once it was known that we could take the aluminium out of the brain through the intake of the substance, wurde es in den USA sofort verboten. It was immediately prohibited in the United States. Ja, ich sag, es gibt einen Grund, warum Edward Snowden nach Russland gegangen ist. There is a reason for Edward Snowden going to Russia. Ja, das im Moment viele von uns hoffen auf Russland, dass es eine Führungsstellung übernehmen wird. Currently, we put our hopes in Russia in taking over a leading role für eine wirkliche Idee von Freiheit. For a true idea, a true ideal of freedom. Nicht die Pseudo-Freiheit, not pseudo-freedom, die uns im Westen simuliert wird. Which is here simulation in the West. Gut, ich möchte ganz kurz noch was, ganz kurz noch ein ähnliches Thema anschneiden. So I would like to approach another subject that is quite familiar to this. Und dann was eher Heilendes machen. And then I would like to do some that is a little bit more healing. Wie viele von Ihnen sind aus Mexiko? How many of you come from Mexico? Die beste Studie. The best study on über die Umweltvergiftung environmental intoxication kommt von einer mexikanischen Ärztin. Comes from a Mexican physician. Und es in diesem Bild ist alles enthalten, was ihr wissen müsst. And in this image, everything that you need to know is there. Sie hat außerhalb von Mexico City eine Schule besucht. She visited a school outside of Mexico City. Auf einem ländlichen Gebiet, in a rural area, wo die Bauern ihr Land verkauft hatten, where the farmers had sold their lands, an die gleiche amerikanische Firma, to the same American company, die den Spray herstellt von der Luftverschmutzung, that produces this pollutant, this pollutive substance in und the air. Und diese Firma bespritzt dort die ganzen Maisfelder. So this company sprays all the cornfields there. Mit ihrem Produkt, with their product, das ich hier erwähnen darf, that I may name here, das ist das Glyphosat,
It's called glyphosate. Und das die Haupt, die kommerziell am meisten erhältliche Artikel davon heißt Roundup. And there's a byproduct that can be found the most. Not the byproduct, the product itself can be found in on the market, which is called Roundup. Roundup. Gut. Und dann hat sie diese Kinder verglichen mit einer anderen Schule. And then she compared those children to children of another school. In einem ländlichen Gebiet. In another rural area. Wo die Bauern Widerstand geleistet haben. Where the farmers resisted this movement. Und haben nicht erlaubt, dass ihre Felder chemisch gespritzt werden. And they did not allow for their fields to be sprayed with chemicals. Auf der linken Seite. And on the left side. Seht ihr das? Ein gemaltes Bild von einem vierjährigen Mädchen. You see this drawing by a four-year-old girl aus der gesunden Gegend. From this healthy area. Daneben. And on the next, on the right, die next Zeichnung, die Zeichnung einer Person. This is the drawing of a person. Aus der Schule, die in dem Gebiet waren, wo die Felder gesprayt wurden. From the school in the rural area where the fields had been sprayed. Ich kenne keine Studie, wo man mehr sieht, was mit dem Gehirn passiert ist. I don't know any other study that shows better what happens, what the effect is. Auf der rechten Seite die gleiche Schule. On the right hand side, this is the same school. Die fünfjährigen Jungs. Five-year-old boys. Das linke Bild. The left drawing Gebiet. In the healthy area. Auf der rechten Seite. On the right side. In der chemisch gespritzten Gegend. In the area where there has been chemical spraying. Man könnte symbolisch sogar interpretieren das Bild auf der rechten Seite. You could make a symbolic interpretation of the image on the right side. Ein sterbendes Sperma. A dying sperm. Gut, ganz kurz hier, wo jemand geschaut hat an der Uni. Was sind bis jetzt die bekannten Gründe für den Autismus? So, this here dieser Riesenanstieg. Is a short study. What are the main reasons for this increase in autism? Hier geht's um Flammschutzmittel. Here, this is about flame retardants. Flame retardants, thank you. Aluminium. Aluminium. Und das Herbizid Glyphosat. And the herbicide Glyphosate. Es geht immer wieder um die gleichen Stoffe. It's always about the same substances. Ich zeige noch eine schöne Studie, an der ich selber teilgenommen habe. I will show you another interesting study in which I participated myself. Okay, hier ist nochmal eine Studie über Glyphosat. Here is another study on glyphosate. Die zeigt, dass which shows that das Glyphosat alles zerstört, was in uns gesund ist. Destroys pretty much everything that is healthy inside of us. Hier nochmal der Zusammenhang von Glyphosat und Aluminium wirken magisch zusammen. So here again, this connection of the magical effect that glyphosate and aluminium have combined with each other. Und sind der wirkliche Grund für Depressionen. And are the true cause for depression. Die Demenz. Dementia. Angstverhalten. Anxiety disorders. Und Morbus Parkinson. And Parkinson's. Ja, und natürlich der Autismus. And of course autism. Man könnte, wenn man böswillig wäre, if one were to be mean, wenn ich die Menschheit in die Knie zwingen will, if I want to bring humankind down to its knees, dann würde ich eure Nahrung bespritzen mit Glyphosat. Then I would just spray all your food with glyphosate. Ich würde die Luft verschmutzen mit Aluminium. I would pollute the air with aluminium. Und wenn es dann noch nicht ganz reicht, and if that is not enough, dann würde ich den Impfstoffen noch ein bisschen Aluminium zusetzen. Then I would add some more aluminium to all the vaccine substances. Damit kann ich schaffen, euch alle zu verdummen. And in this way, I would be able to make all of you dumb. Und über zwei, drei Generationen zum Aussterben zu bringen. And I would have you all die out in 2 to 3 generations. Was ich dazu noch brauche, what I would need to achieve that would be sind bestimmte elektromagnetische Frequenzen. Certain electromagnetical frequencies. Die brauche ich, um eure Entgiftungsenzyme lahmzulegen. Which I need to deactivate the enzymes that
detoxicate the body. Und genau diese Frequenzen kommen über den Handysenderfunk zu uns. And these are exactly the frequencies that reach us through the cell phone waves. Wenn ich bösartig wäre, if I were a bad person, würde ich sagen, I would say, hinter dem Ganzen muss eine intelligente Gruppe von bösen, bösen Wissenschaftlern stehen. Behind all this, there needs to be a group of very, very evil scientists. Und Politikern. And politicians. Aber da ich nicht bösartig bin, but since I am not a bad person, nehme ich an, das sind einfach Zufälligkeiten. I assume that these are all coincidences. Okay. Gut. Jetzt mal gucken. Ja, ganz spannend. Oder wie machen die Amerikaner Forschung? So, this is very interesting. So, how do Americans do science? Ich möchte hier sagen an der Stelle, ich lebe in Amerika. And here I just want to say at this point, I live in the United States. Und 99,99% der Amerikaner sind fantastische Menschen. 99.99% of Americans are great people. They live in their heart, die leben in ihrem Herzen. Aber werden eben auch leicht ausgebeutet. But they are easily abused. Ja, ja. Vielleicht die am meisten missbrauchte Bevölkerung in maybe der Welt sind the die most Amerikaner abused im Moment. Population are the Americans at this moment. Wo wenige Firmen an den Amerikanern selber ihre Experimente machen. Where a few companies actually make experiments with their consumers. Und die Politiker werden bezahlt, and politicians are paid, um den Mund zu halten, to shut their mouths. Gut, aber jetzt zeige ich mal eine ganz tolle Studie. Now I will show you a great study, wo die Amerikaner mal Versuche gemacht haben, nicht an der eigenen Bevölkerung. Where Americans did not carry out experiments with their own population. Wir kennen den Hintergrund. But we know the background. Zwei Top-Politiker in Ecuador wurden bezahlt. Two top politicians were paid off. Relativ wenig Geld. Quite small sums of money. Und haben erlaubt, dass ganze Stadtbereiche in Ecuador besprayt wurden aus der Luft mit diesem Mittel. Allowed for big urban areas to be sprayed with glyphosate. Und dann wurden Stichproben in der Bevölkerung gemacht. And then samples were taken out of this population. Um zu sehen, ob man damit bleibende genetische Schäden verursachen kann. To see if one could cause permanent genetic damage. Und die Antwort war ja. And the answer was yes. Und was war der nächste Schritt? And what was the next step? Dass wir in den USA über größeren Städten, that in the United States over larger urban areas, deutlich biochemische Beweise gefunden haben, were taken very clear biochemical evidences, dass dort diesem Gemisch, was gesprayt wird am Himmel, that this substance sprayed into the sky, dass das Glyphosat dazu gesetzt war, was containing glyphosate. Ja, kleinen Versuch in Ecuador. So this was a small test in Ecuador. Dann die Anwendung an den eigenen Leuten and in den USA. Then the application on one's own people in the United States. Die USA hat heute die weltweit höchsten Prozentsatz an neurologischen Erkrankungen. Today the United States has the highest percentage of neurological diseases. Gut, hier nochmal ganz kurz aufgeführt die Symptome, die durch dieses Mittel verursacht werden. Here a short list of symptoms that are caused by this substance. Ja, Bluthochdruck, hypertension, Schlaganfall, stroke, Diabetes, Übergewicht, obesity, dann erhöhtes Cholesterin, then a higher cholesterol, Alzheimer's disease, Alzheimer's, Parkinson's, multiple sclerosis, Autismus, autism, und dann auf der anderen Seite, and then on the other side, viele Krebsarten, many forms of cancer. Okay, gut. Die Weltgesundheitsorganisation, the World Health Organization, hat dieses Mittel als karzinogen eingestuft dieses Jahr. This year has classified this substance as being cancerogenous. Und die deutsche Regierung hat sich entschieden, and the German government has decided darauf nicht zu reagieren, to
not react to this. Yeah. Dass über 90% aller Felder in Deutschland werden gespritzt damit. So over 90% of forests in Germany are sprayed with this substance. Man kann es in jedem Gartenladen kaufen. You can buy it in any little gardening shop. Wir wissen, dass in Südamerika viele, viele Felder damit bespritzt werden. We know that in South America many, many fields are sprayed with the substance. Und dass diese Einstufung als Krebsmittel dort noch nicht durchgedrungen ist an and die Presse. That this classification as pesticide that causes cancer has not been divulged in the media. Gut, hier ist jetzt das, was ich noch zeigen wollte. This is another thing I wanted to show to you. Müssen wir eine Pause machen oder kann ich einfach Do we need to take a break or can I just go on? Ich wollte dann noch was Schönes machen. Because I still wanted to do something nice. Das schöne Teil kommt noch. The nice part is still coming. Das ist eine Studie, die veröffentlicht ist, die bei uns in Seattle gemacht wurde. This is a study carried out in Seattle that was published. Und jede von diesen blauen Säulen hier and every one of these blue columns ist der Gehalt an einem bestimmten Giftstoff is the quantity of a certain toxin in der Brustmilch in the breast milk auf einer spezifischen Mutter. Of one specific mother. Dies sind alles Abkürzungen von Namen. These are all the abbreviations of names. Vier von diesen Patienten. Aren't these states? I'm sorry. Vier von den Patienten waren meine Patienten. Okay, four of these patients actually were my patients. Und wir haben PBDEs gemessen. So we were evaluating PBDEs. Es sind Flammschutzstoffe. Which are these? Die in die Brustmilch kommen, substances that are that come into the breast milk aus dem Körper der Mutter, out of the womb, the mother's body. Und diese Flammschutzmittel sind bekannt, dass sie die sexuelle Orientierung von dem Baby, das dann sein wird, völlig ändern. So, and they are responsible of changing the sexual orientation of the baby completely. Ja, wir wissen, dass wir heute ich muss ja politisch vorsichtig sein. I have to be politically discreet here. Wir haben heute Morgen Sophies schöne Arbeit gesehen. Today we saw Sophie's beautiful work. Wo sie sehr viel mutiger ist, Dinge anzusprechen where als ich. She was much more courageous to address certain topics than I am. Wir wissen aus meiner eigenen Aufstellungsarbeit weiß ich. Out of my own experience as in Family Constellation, I know. Ich arbeite viel mit Männern und Frauen, die das sogenannte Gender Dysphoria haben. I work with a lot of men and women who have this so-called gender dysphoria, Geschlechtsdysphoria. Ja, das sind also Frauen, die gerne Mann sein so möchten. So women who wish to become men. Oder Mann, die Frauen sein or wollen. Or men wishing to become women. Ja, und ich weiß, dass wir bis jetzt, ich habe über 20 dieser Leute behandelt. And I have treated more than 20 people. Vor bleibenden Operationen. Before their permanent surgeries. Und ich weiß, dass wir sie, dass ich es bei allen geschafft habe, sie permanent wieder zurück zu orientieren auf ihr Geschlecht, was mit dem Körper übereinstimmt. And in all these 20 cases, I was able to redirect their orientation regarding the sexuality of their own bodies. Durch Anwendung von massiven Entgiftungsmaßnahmen. Through the applications of massive detoxing measures. Psychologische Arbeit. Psychological work. Und der Aufstellungsarbeit. And constellation work. Wir wissen von Bert's Arbeit. We know from Bert's work. Dass ich als Junge oder als Mann kann ich identifiziert sein mit einer vergessenen Person, weiblichen Person im Familiensystem. That as a boy or young man I can feel identified with a person from my family system, a woman, for example. Und das kann gelöst werden durch die Aufstellungsarbeit. And this can be solved through family constellation. Wenn ich als männlicher Fötus im Mutterleib ausgesetzt bin bestimmten Chemikalien. If as a male fetus I am exposed to certain chemical substances in the womb, es verändert mein Gehirn. It will change my brain. Meine Identität. My identity. Wie ich mich fühle, wie ich denke. The way I feel, the way I think.
Und ein Teil davon ist reversibel, wenn entgiftet wird. And part of this is reversible when it is detoxicated. Ich weiß, dass es für viele, einige von euch, wenn ihr lesbisch seid oder homosexuell, ein unangenehmer Gedanke ist. Oder ihr habt Maybe ein ganzes, this ihr habt, is ja. a very weird thought for those of you who are homosexual. Ja, ihr habt ein ganzes Leben daran gearbeitet, das zu akzeptieren, wo ihr seid. You have lived through all your life to get to accept yourselves the way you are. Und dann kommt Klinghardt. And then Klinghardt comes along. Sagt nein, kämpft euch frei. And says no, fight your way out of this. Um wirklich rauszufinden, wer ihr seid. To really find yourselves and find out who you are. Saniert euer Familiensystem. You need to heal your family system. Und saniert euer Hormonsystem. And clear and heal your hormone system. Und wenn ihr dann immer noch euch so fühlt, wie ihr seid, and if you still then continue to feel the way you feel, dann ist die Zeit, das Schicksal anzunehmen. Then it is time to embrace fate. Ich weiß, ich habe im Moment viele Freunde verloren. I know that I have lost a lot of friends right now. Aber hier jetzt ganz kurz die Studie. But oder here comes the study. Ich spreche zu euch als Wissenschaftler. And I talk to you here as a scientist. Also in dieser Brustmilch war nur wenig von diesem hormonverändernden Stoff. So here in this breast milk there were only very few substances that were that would change hormones. Ja, in dieser Brustmilch war sehr viel. And here in this breast milk there was a lot. Dieser Stoff ist bekannt, die PBDEs machen Krebs. The PBDEs are known to cause cancer. Hirntumoren in der Kindheit. Brain tumors during childhood. Oder hormonelle abhängige Tumoren im Erwachsenenalter. Or hormone-based tumors during adulthood. Schwere Verhaltensstörungen. Very severe behavioral disorders in Kindern. In children. Ja, Hyperaktivität, hyperactivity, Aggressivität und so weiter. Aggressiveness, ja. And so on. Gut, und jetzt kommt was Besonderes. And now something special comes along. Where is my study? I need my study. Okay. Seht ihr, diese Linie ist ein bisschen dunkler als die anderen Linien. This line, it's a little darker than the other lines. Die amerikanische Gesundheitsbehörde, die EPA. The EPA. The Environmental Protection Agency. Yeah, right. The Environmental Protection Agency of the United States hat deklariert, wenn eine Flüssigkeit mehr von diesem Gift enthält als diese Linie hier. Declared that if a liquid substance holds more of these PBDEs than at this point, da wo diese Linie ist, here where the line is drawn, darf diese Flüssigkeit nicht entsorgt werden über die Toilette. Then this liquid may not be discharged in the toilet. Es ist ein kriminelles Vergehen in den USA. This is considered a crime in the United States. Diese Flüssigkeit in die Toilette zu schütten. To put this into your toilet. Und dennoch haben 6 von diesen Brustmilchen diesen Wert überschritten. And even so, 6 numbers have overcome this value by far, okay. Surpassed it. Gut. Ich wollte diesen Teil mal abschließen damit. Also ich wollte. So I wanted to end this part of the talk. Ich empfehle ihm und jetzt ein bisschen was ganz Persönliches. So now coming to a very personal part. Es geht um mich und meine Familie. 私とお父さんについて今から個人的な話をしていきます。私は、もともとは昔バートさんの、生徒だったんです。私は、もう基礎的なレベルで、勉強してました。私のお父さんと自分はとても難しい、状況だったんです。難しい関係でした。誰が知ってますでしょうか、ファミリーコンステレーションについて。子どもと、その、両親との関係は、もしお父さんの方に尊敬の念を得て、そして、
お父さんにオープンな気持ちを開いて、そしてお父さんも子供にそれを与えてくれたら、お父さんが何をしたかによって、この子お父さんとか、お父さんとの関係にないものは私のコンステレーションの中には当然現れてこないんです。そしてどのようにそこに到達したかということを今確かに言うことができることは、私のお父さんからの愛を感じて、私が子供だった時に愛がどのように感じられたかという、感じていたかということを答えることができます。家族関係は良くなかったけれども、それにしても自分にとって一番大切なことは、脳の病気と、もし脳が病気になったら、We can understand our parents in a new form, not only through their biography, but also considering the environmental conditions that have had causes in their brains, consequences in their brains.いくつか飛ばしていきます。文章をこのように書いてみたんですけれども、両親の振る舞いによって良くない経験をしたという。両親、今重要なポイントなんですけれども、ここは、両親が暴力的だったり、悪い両親だったり、だった時の、まず一つ目は、お父さんとお母さんはとても悪い人でした。もしくはその気持ちとは全然コンタクトをしなかったんです。つながってなかったんです。
oder einer größeren Wahrheit, die hinter allem steht. Or a greater truth that is behind everything. Besonders bei meinem Vater war er psychisch krank. Especially in the case of my father, the question was, お父さんが特に、心理的に問題があったとしたら、was he psychotic without having had a diagnosis? Und dann als arroganter Teenager, and then as an arrogant teenager, hatte ich die Haltung eingenommen, I had assumed the posture, mein Vater ist seelisch einfach nicht weit entwickelt. Well, my father is mentally just not as developed. Oder ich bin so viel weiter entwickelt als mein Vater. Or I am so much more developed than my father. Dass ich auf ihn runtergeschaut habe. So that I looked down onto him. Die Frage, war er böse? War er im Griff von einer dämonischen Kraft? Another question was he evil? Was he gripped by some demonic force? Und dann natürlich unsere Frage, war mein Vater Opfer seines Familien? 他の質問なんですけど、もう一つの質問なんですけれども、お父さんが、その、家族システムの中で、犠牲者だったかどうか。Simply someone with a post-traumatic disorder. Oder war er so arrogant, dass er verweigert hat, in Therapie zu gehen? Jeder von uns wusste, der Mann braucht Therapie. Warum geht er nicht? Too arrogant to accept the fact that he had to undergo therapy. Everybody of us here knew that he would have to go to therapy, but he didn't accept it. Dann die Frage, war er besetzt von einem dunklen dämonischen Geist? Then again, the question was: he possessed by some evil demonic spirit? Oder war sein Gehirn einfach beschädigt oder krank? Und er konnte gar nicht anders. Was his brain simply? 脳がどのように、ダメージを受けたか、どのような病気になったのか。Do it any differently. Und dann natürlich meine Frage heute, oder wenn die Welt gerecht und ideal wäre, hätten meine Eltern gebraucht? The world were righteous, just and ideal. Would my parents have needed 両親が、セラピーが必要だったかどうか、もしくは、私のように、良い、医者が必要だったかどうか。私は確かに、私は子供、Surely am not today the doctor that unawarely I was desiring to have as a young child. Aber ich bin heute auch der Doktor, den ich mir gewünscht hätte. 私のお父さんとかお母さんが望んだから医者になったわけではなく、自分が子供の時に自分でそのように、医者になりたいというふうに思ったんです。Would have wished for my mother and my father to have had. Und dann die Frage, oder hätten Sie einfach eine andere Ernährung gebraucht, meine Eltern? もう一つの、質問は。自分自身で、自分自身で子供の時考えたことは、両親が私に対して希望を持ってなかったのかどうか。そして医者として、そして知識人として、今から終了していく、これが結論を申しますと、トラウマのセラピー、私は、お父さんを美しいとは思わなかったんです。お父さんをきれいだというふうには考えることができませんでした。もしくは、怪我をした、鳥を家に、持ってきて、連れてきて、その、動物を見たとき、After I had healed the wound, then I was able to see
that what I was afraid of in him was a disease in his brain, die heilbar war, which was curable. Und ich nehme euch jetzt mal mit auf diese Entdeckungsreise. So now I am taking you onto this journey of discovery. Erstmal als Endergebnis dieser Reise haben wir gesehen, dass unser Gehirn verändert wird durch viele Einflüsse. Firstly, the fact that we had already come to the conclusion that our brain responds to three kinds of influences. 一つは地球から、食べ物、but also the toxins that are taken in with the food, electromagnetic radiation, Schwermetalle und Umweltvergiftung, heavy metals and pollution, 汚染、それからジェネリックな問題、それから飲み水、and there is then something that I call the horizontal influences, die ganze persönliche Biografie, the whole personal biography, 私のトラウマ的な、経験から。それからまた良い経験、携帯電話のその機能からの影響、それからライフスタイルや、ラジオとか新聞から来る情報、メディアの情報、例えば今ではインターネットがあります。それから、祖先から、それから、過ぎ去った生活からの影響、私はそれを、生物学の、魂と呼びます。スピリチュアルな自分自身の、感情、面白かったのは数ヶ月前に私のコンストレーションに、何がコンストレーションで起こったかといえば、私の先生は今日ユダヤ人の男性でした。If we look into the New Testament, besteht seine ganze Heilarbeit, all of his healing work, die gut dokumentiert ist, which is very well documented, das heißt von mehreren Augenzeugen, die da waren, documented by many witnesses who were present then, würde in jedem Gerichtsverfahren heute standhalten. In that he could stand in any trial, ja, weil die Augenzeugen dann diese Kapitel geschrieben haben im Neuen Testament. Because the eyewitnesses then wrote these chapters in the New Testament. Und soweit ich erinnere, hat der junge jüdische Mann, 私が覚えている限り、そのユダヤ人の男性は、er hat auch, soweit wir uns überliefert ist, keine chirurgischen Maßnahmen angewendet. And he did not use any彼はレントゲンとかも何も必要もなかった、それから実験室も必要なくて、それでもそのヒーリングの結果を説明することができたんです。一つの方法は、
Ich habe das in meiner Praxis so im Stillen gemacht seit vielen Jahren. I have done this quietly in my own practice for some years. 時々患者と問題がありました、自分は。Fundamentalistic Christians. Wo ich die Leute dann, wenn sie mir Probleme machen wollten, immer darauf hinweisen musste, dass in ihrem eigenen Buch genau diese Arbeit beschrieben ist. Where I had to point out to these people that exactly this kind of work had been described in their book. Und vor ungefähr 5 Monaten war eine Veröffentlichung. And about 5 months. 5ヶ月前にニューヨークタイムの印刷物の中に、dass der gegenwärtige Papst, that the 現在の entweder spinnt, is either crazy.カトリックの宣教師が、そう、ヒーリングは、イエスもその方法を使っていたということを言って、カトリック教会はそれを、カトリック教会の、メンバー全員は capable of this method. Oder der Bert hat natürlich immer schon Exorzismen gemacht. Die Aufstellungsarbeit and ist ja eigentlich. Course, Bert has always carried out exorcism because family constellation is actually. Family constellation というのは、グループのコンステレーションなんです。Wir dürfen heute wieder offen drüber sprechen. しかし今日。We're allowed to talk about it openly again. Gut. Was ist los im Gehirn? So, what is happening? 脳で何が起こったんでしょうか。脳の中で、最も重要な2つの文章は、stored away toxins in the brain can alter any kind of brain function.Und damit das Verhalten, and therefore behavior, die Selbstwahrnehmung, self-awareness, und die Steuerungsfunktion, and the control functions, die das Gehirn hat auf alle, auf den ganzen Metabolismus, which the brain has regarding all hormones and metabolisms. Okay, und dann wieder Fragen, oder? Gibt es eine Seele jenseits des Gehirns? And then again, questions, regarding, is there a soul beyond the brain? 私の仕事についての例えば、小さな例を挙げて、挙げましょう。986人の患者は、ほとんど、アルツハイマーで病院にいました。3分の1頭の中3分の1がもうすでに、それでも少しは喋、ることができたんですけれども意味のない言葉しか喋ることができなかったんです、彼の娘がそう言って、私に尋ねました。私の方法ではもうお父さんと喋ることができませんというふうに聞いてきたんです。半分のお父さん、Der Halbbruder von meiner Schwester, von der Patientin.
woman's half brother, the woman who was the daughter of this patient, the dying patient. Ich habe damals mit Hypnose experimentiert. Back then I was experimenting with hypnosis. Dieser Patient hatte keinen Gehirnteil mehr. This patient did not have a part of his brain anymore. Der auf physischer Ebene funktioniert. That was functioning on a physical level. Kein Hippocampus mehr. There was no hippocampus. Keine Amygdala. No amygdala. In Hypnose wachte der Patient auf. And in the hypnosis, the patient woke up. Sprach mich an, sagt, oh, he Dr. talked Klingart. To me and said, oh, Dr. Klingart. Ich habe diesen Patienten nie gekannt vor seiner Erkrankung. I didn't know this patient. 彼が病気になる前は私は知らな、彼を全く知りませんでした。そして、私は知ってますよ。あなたは私のベッドのところにいましたよね。私は私の声を出すことができませんでした。それは大変、犯罪的でとても悪かったです。そしてその娘が他の、証拠として他、いつもの決まりきった質問をしたんです。例えば、誕生日はいつでしょうか。意識があるかどうかということを確かめるような質問をしたんです。確かに、記憶はありました。目を閉じて、そして2時間後には亡くなってしまいました。このイメージに戻っていきましょう。脳を超えて魂を感じてました。これが証拠です。これは体を使ってましたけれど。私のお父さんに対する態度についての質問なんですけれども、健全な、魂と病気の体であったとしても表現はできました。私たちの、今の質問はどのように、両親の魂はどうだったでしょうか、どのようなものだったでしょうかという質問です。通常の、ob es unter dem Einfluss eines kranken Gehirns oder einer kranken Seele geschieht. Does it make a difference if it happened under the influence of an ill brain or an ill soul? Ein sehr schöner Satz, den Irina Prekop immer wieder sagt. A very beautiful sentence by Irina Prekop. Für mich konnte ich meinem Vater mildernde Umstände geben. For my father, I could apply mild circumstances. Because of the understanding. Mildernde Umstände, weiß ich nicht, wie man sagt. Yeah, I know. Ich kann es nicht. In court, you know, in court. Yeah, in court, I know. If somebody murders somebody,
while they're under the influence of the medical drug that makes people crazy. Mitigating circumstances. Yeah, you get a lesser sentence. Yes, exactly. And the question often, the Frage bei uns. 私の両親の、しばしばされた質問は、この、状況を説明することができますかという質問でした。So if we are aware that our parents, since their birth, had had an untreated Lyme disease, eine Schwermetallvergiftung im Gehirn, a heavy metal intoxication of the brain, oder eine posttraumatische Belastungsstörung, or a post-traumatic disorder, ist es dann leichter für uns, uns aufzumachen, es mit ihnen zu heilen? Is it then easier to open ourselves to them and sind to wir dann heal? Bereit? Ja. Are we then ready for that? Für mich kam der große Durchbruch bei meinem Vater. For me, the great breakthrough came in relation to my father. Ich habe ihm eine Schwermetallbehandlung gegeben. I gave him this heavy metal treatment. Ein sogenannten Challenge. 大変、挑戦的な治療を与えました。Which connects very quickly and efficiently to heavy metals in the blood, im Urin ausgespendet werden. Which are then excluded through the urine. Und mein Vater hatte den höchsten Bleispiegel, den ich je gesehen habe. And my father had the highest indicator of lead that I'd ever seen in patients. 私は見ました、お父さんが子供だった時のことを見たんです。ラッキーなことにフランスにいました。Weil es mehr Schaden anrichtet. Because it was more damaging. Und dann musste er nach Russland. And then he had to go to Russia. Und was die Russen benutzt haben, wissen wir nicht genau. Die haben alles zusammengeschmolzen, Russians was sie finden konnten. Russians would use, we don't really know, because they would just melt everything together. Übrigens, ich muss sagen, an dieser Stelle für die Russen, die hier sind. And at this point, I have to say for the Russians who are present here. Dass mein Vater hatte einen riesen Respekt. 私のお父さんは大変、ロシアの兵士に、大変敬意を払ってました。アメリカ人、アメリカ。The Russians have actually won the war. They won against Hitler. The Americans only entered the scene when the coast was clear. But he would always praise the immense courage of the Russian soldiers. And the tanks of the Russians would use diesel. Da konnte man durchschießen und ist nichts passiert. You could shoot through that and nothing would happen. Die Deutschen haben Benzin benutzt. The German soldiers would use normal gas. Eine Kugel und es explodiert. Normal gasoline, so with one bullet the whole thing exploded. Die Deutschen hatten 240 verschiedene Schraubenarten an einem Panzer. Germans would use 240 different kinds of screws in their tanks. Die Russen eine Schraube. The Russians would only use one kind. Das heißt, aus drei kaputten Panzern konnten die einen wieder zusammenbauen. So with three damaged tanks, they were able to just build one new tank.
ist nur eine Sache, wo ich die Seele von meinem Vater sehen konnte. This is just like one part where I was able to see my father's soul. Dass er diesen Teil sehen konnte. For the fact that he was able to see that. Gut, jetzt ein bisschen zum Blei, oder? Ich möchte ein bisschen jetzt sprechen über Blei. Okay, now I'm going to talk a little bit about lead and lead intoxication. Am Beispiel meines Vaters. Ja? With using my father as an example. Hier steht, oder die Verhaltensveränderung im Zentralnervensystem. The behavioral changes in the central brain system, nervous system through ja, also dass, lead. Dass unser Verhalten enorm verändert wird, wenn wir Blei im System haben. Und dieser Artikel hier sagt, dass geringste Spuren vom Blei ausleiten. That our behavior is actually heavily changed by lead. And können Sie das bitte nochmal wiederholen? Nicht so lange Sätze machen, bitte. Das kleinste Mengen an Blei. That the smallest amount of lead. Führen lebenslang. They lead to lifelong. Verhaltensveränderungen. Behavioral changes. Gut, und hier jetzt einfach ein bisschen. Mal einen Überblick über die Literatur, jede blaue Zahl. Now an overview of regarding the literature, all these blue numbers. Jede blaue Zahl ist eine Literaturstelle. Indicates a point in literature. Ja, und es ist mir jetzt nicht so wichtig, die Details sind mir nicht so wichtig. And the details are not that important to me right now. Ich habe immer rot markiert, was für meinen Vater zutrifft. I always marked in red what was corresponding to my father's case. Einmal, dass die Neurotransmitterstoffe im Gehirn im Nervensystem nicht richtig funktionieren. So one point being that the neurotransmitting substances were not functioning right. Es macht eine riesen Erniedrigung der angeborenen Intelligenz. Which causes a great decrease of the IQ level, which is innate. Das ist jetzt nicht so sehr mein Vater, sondern eher die Kinder, die betroffen sind. So that is doesn't concern my father that much. It concerns the children much more. Aber hier ist mein Vater. But this here regards my father. バイオレンス、暴力、それから社会的な、振る舞い、注意、ここに赤くマークされたところが自分のお父さんの問題だったという説明をしています。今、知る必要があるところは、私のお母さんの世代は、verbleite Benzinzeit hat ja erst so um, weiß ich, 1980 oder so aufgehört. And the lead added gas period actually only came to an end in the 1980s. Dann hier nochmal aufgeführt Enzephalopathie. So something else that is added here is brain disease, encephalopathy. Und dann unten ganz am Boden erhöhtes Risiko vom frühen Tod durch Herzanfall oder Schlaganfall. The increased risk of early death from heart attack or a stroke. Und dann hier wieder ein bisschen mehr bezogen auf meinen Vater. And here a little bit more related to my father. Depression. Anxiety, neurosis he had very much. Personality changes. Suicidal thoughts. Short time memory loss, and then again lower down the irritability and aggression. Gut, und dann ich überspringe jetzt mal vieles. And I will. たくさんのことを次に飛んでいきます。私が驚いたことは、お父さんを見てて驚いたことは、いつも。自分を信用してなかったんです。But when I had made this diagnosis
まず尋ねました。それを治療してくださいというふうに、そして、Quicksilver and lead quantity had decreased in his blood. And そして彼は完全に完全に生まれ変わりました。彼は大変賢くなりました。私が子供の時に持っていたイメージではなく、お父さんに対して、今、医者としての立場としては、人を助けることができるということは、決して自分の立場として言ったことはないです。私のシステムの前にいる人たちは、さらにいくつかのものを飛ばします。このグラフに、を 見ると、これが、大変重要な心理的な、作用について書いているものなんです。40代の、女性が、それ40代のそれから、大変成功した歯医者さんが2人の、若い、2人の子供がいて、1人、が、自殺して、2人の子供をお父さんに任せて見捨てて去ってしまいました。これに何が起こったか、私がいつもすることなんですけれども、どのように人に対してしているかというと、まず最初は医者として、医学として、そしてもう一つは構造をシステマティックにして、そしてアメリカではこれはとても注意しないといけないことなんですけども、もしシステマティックに始めたとしたら、ほとんどの人が逃げます。なぜならば、私が学校の、学校で得た知識 では、Patient an meiner Angel ist, dann kommt die systemische Arbeit. Then the systemic work is added to it. War bei der Frau ganz genauso. Also so, in the case of this woman, it was the same. Wir haben diesen Test gemacht. 私たちはテストを続けたんです。そして彼女は、had a huge amount of quicksilver, mercury. Wir haben sie zweimal im Monat behandelt mit diesem blöden Injektion. 私は彼女を2年間、two years with these injections. Die Depression.うつは、少しずつ良くなりました。今生きているということに初めて喜びを感じました。彼女は、自分の家族のところに戻っていきました。
子供たちはまだ、この子供たちはまだ、家にいたんですけれども、もうその、旦那さんはもう彼女に対して愛情は全く示せませんでした。戻っていった時には。私たちは、口を使った、製品で変えようとしたんです。新しい、方法を考え出して発見しまして、4つの、治療、4回治療をしたことによって記憶がもう一度戻ってきたんです。その夫は、その、女性のことを家族に対して良い、良い結果を、が出てきたというふうに言っていました。彼女は、歯医者さんでした。夫の方がファミリーコンステレーションをしたんです。なぜなら、クさんが、出て行った後です。彼女は絶対戻って戻ってかまないということがその時に明確になりました。そして一つの、最初の、結果は、彼女は、他の場合のことを見ていきましょう。6年間、うつに関しての治療を受けていた、人のことです。彼は、心理学療法では、サイコテラピーでは、結果をもたらさなかったんです。良い結果が出てきませんでした。今これは、全てファミリーコンステレーションに、関することだということを言いたいんです。何かが動きました。私の前で多分一番大きな、これが医学の結果です。ここに、いくつかのまた違った、学術的研究について説明していきましょう。多分ここのこの部分なんですけども、アンドレアという、看護婦だ、看護婦ですが、彼女は、半分もう、リタイアしてました。彼女はとても
異常な振る舞いをしていました。She reported that God had given her instructions to punish herself. Then she had undertaken some strange sexual endeavors. And she started walking naked. After the first 最初に訪れた時の、時じゃなかったですが、ドアを開けたら裸の女性が、通りを歩いていたんです。それは彼女でした、2,3 年後、子供がその女性からは、距離を置いたんです。たくさんの心理的な問題が彼女に起こりました。最初のコンステレーションをしたんですけども、何も変わりませんでした。正しくないです。最初に注射をしたときには何も来ませんでした。そしてまたコンステレーションをしたんです。そのコンステレーションの後は何も変わらなかったんです。まずしかしその何日か後にはまた注射を与えたんです。Entschuldigung, Dietrich, wir müssen eine Pause machen. Also wir können fast alle nicht mehr. Die Übersetzer können nicht mehr. Okay. Danke. Wir sind auch fertig. Okay, we're getting to an end here. これ最後に私の姉妹についてです。My sister? No, my nurse. Sorry. クランケン氏です。すいません、看護婦です。今終わりますか、それとも休憩でしょうか。今みんなが今ソフィーも休憩というふうに言いました。20分です。20分間の休憩です。今少しだけまとめをするっていうことをするようにということに今依頼されました。私たちのジェネティックで知っていることは、生活、命にダメージを与えるものは、それは自分自身での結果ではなく、先の世代の問題。例えば原子力のそういった原子の問題とかですね、前の世代では違う医療分野での問題があったんです。昔の病気に作用する物体は違いました。原子力とかの問題でした。しかしこれ最近の問題は、今は例えば携帯電話がダメージを与える、その例えば携帯電話からそういった障害を与えられるということが今の世代の問題なんです。どの世代にも accumulates damages. このダメージはまた次の世代にも運ばれて、そしてまたその世代ではまた違う問題に苦しみます。And there are very few
substances that actually cause the largest damage. 例えば、ナノ原子の、アルミニウム、とても小さなアルミニウムですね、極小アルミニウム、そして、それが、ドイツではほとんど毎日、どこでも、とても悪いのは、スウェーデンとか、英国、スウェーデン、そういった 国では、多分イタリアでもそうでしょう、スペインもそうでしょう、さらに他の国も2つの物体、2つ目の、問題の物体としては、私たちの脳を脳にダメージを与える両方の物質があります。アルミニウムは大変害を与えられます。もうすでに私たちが、アセットで、それは私たちが、もう、書いたことなんですけれども、私たちが必要なのは、例えばオルガニック、の食べ物ですね、自然的な食べ物、それからサウナ、も、例えばサウナで10分間毎日、その汗をかくということも、大切です。他の、もっと簡単な段階としては、私はその情報を、ウェブ上で、情報を、分かち合います。3つ目は、あなたの見解から見ることができれば、すれば、子どもたちが病気になるというケースがもっともっと増えることになります。私たちが完全にそれを避けようとすることができるとしたら、違う形のものを、違う形の、農作物、それが必要になってくるんです。それは、自然的な、方法で成長させるとき、例えば、野菜、それは全く、例えば、化学配合物を与えないような、そういった、もので、野菜を作ったり。当然農作物は、が増やそうと思って、たくさん作ろうと思ったら、私が医者だった、医者の医学生だった場合は、がたときは、私たちは社会主義者でした。90% の、学生は、そういった黒い、ブラックビジネスです。そういったブラックのことをやっていたということです。
例えばシュピーゲルでとかそういったドイツの雑誌の中で、それからテレビの番組の中でもっと明らかに説明できるとしたら、私の一人の患者はハリウッドの人なんですけれども、ディズニーに2年前に彼はディズニー社から役目を与えられました。仕事をもらいました。ディズニーの映画について映画で働くことになったんですけども、空にストライプがかかるようなそういったシーンを作ったんです。例えば人はここに注意でしょう。今この空の中にストライプが書かれているこういったことはもう今遅いですよというふうに思います。1945年の映画5年代の映画も同じようなそういった映像だったと思います。6000万ドル、その映画を作ったことによってディズニーからもらいました。私の、そのデモンストレーションがどのようなものだったかということを、まず座ってください。ドイツ語です。ドイツ語と英語です。今から少しだけ説明していきましょう。この練習では普通の一般的な体のエクササイズなんです。体の検査なんです。ウルトラサウンドによる、今はそれは私たちは今説明しません。これは筋力についてのテストであって、一部は異常かもしれません。これは簡単なことなんです。とてもハイレベルで動きます。この40年間で自分が開発したことです。今年の6月、医者として40年目の祝いをしました。この方法で40年間自分が成し遂げることができました。これはアメリカですでにテストされたことです。このテストはこの方法は、
私たちのこの方法は最も公のものです。電気機器とかを使うものではなく、全く電気機器は使わない調査をしたということです。名前は何ですか？ドナルド。ドナルド・トランプと言ってください。次のアメリカの大統領です。何歳ですか？33歳です。今どこで生活してますか？ドイツです。町ですか？それとも郊外ですか？市内です。今日ですね、ベルリンの空の状況を見せましたよね。ベルリンが一番、アルミニウムで一番汚染された都市なんです。そうでなければアメリカでは、ドイツ政府が何を、議会で、話されているかということを、伝えることができません。アメリカでは。今ですね、手で何かをつかむということに対し、ことで、少し、痛みがあるんです。それで子どもの時にこのマッサージ方法を子どもの時から少し慣れてきたんです。すいません、記憶力が子どもの時から少ない。子どもの時の成績はとても悪かった。今はどのように生活してますか？ファミリーコンステレーションです。コンステレーションでです。そしてコンピューターでですか？コンピューターであったら当然記憶が必要ですよね。兄弟いますか？お父さんの方に3人の、兄弟がいます。健康ですか？まあそうですね。例えば、勉強するのがそういった能力というのはどうでしょうか？2番目の子供は2人目の子どもが能力、学ぶ能力というのが大変問題があるんです。一番下の子は、下の子どもがもっと健康だということです、上の子よりも。今から喋ることはお父さん側の方なんですけれども、大体お父さんにはこういう、お父さん側はこういうことになるんですが、お父さんたちの側の子供、お父さん側から受け継ぐことっていうことはだんだん少なくなっていってるはずです。あなたのお母さんの健康状態はどうなんでしょうか？いいえ、良くないです。彼女の問題は何でしょうか？うつがひどいです。うつがもうずっと続いていて、いつもそれは、薬で、それではお母さんの、両親はどうでしょうか？よく知りません。その健康についてはどうかというのは知りません。お父さんの方はどうでしょうか？それは知識、知能に問題があります。
確かではないという、不確かです、不明確です。彼は何をしていますか、そう、俳優です。お母さんは、働いているんでしょうか、一緒働いています、ウェイトレスとして働いています。例えば、俳優の治療はハリウッドの、それは電気機器、そういったものでたくさんの、問題が、どうしても出ます。2つ両方の、ポケットにも、携帯電話が入っているような状況ですから、そのような仕事を持てば、もし、仕事がなければ、そうすると、家の中では当然 Wi-Fi であったり、しますけれども、あなたのお父さんがどのように来たかということは知らないので言ってみてください。イスラエルで彼は、成長しました。イスラエルで成長して20歳の時にベルリンに来て、ハリウッドに移動しました。彼は、お父さんはもう市内に住んでました。これは、科学の、バックグラウンドがあるのかどうかというのは分からないですけども、例えばイスラエルの器物で、器物共同体では、器物では緑を広めようという、そういった健康を考えて緑を増やそうというそういった動きがあります。今からバート・ヘリンガーさんに今から尋ねてみます。あなたはユダヤ人ですか、あなたのお父さんもユダヤ人なんでしょうか。お父さん側は全部ユダヤ人ですけれども、お母さん側は全部ドイツ人です。ホロコーストと何か関係してますか？はい。どこから子供が来たか、それを、病気が来たか、お母さんから来たのか。お父さんは健康ですから、そして3人の子供、お父さんの3人の子供は、一番下の子はとても健康ですね。うん、とても、病気を表す、現れるまでにはちょっとまだ若すぎますけれども。まあ、大体真ん中からそれは分かりますが、まあ、大体それは大丈夫なんでしょうね、真ん中の。まあ、見ていきましょう。誰かマイクロフォンをつけて。この道具、これは直接的なテストではないというふうに私たちは呼んでますけれども、これは直接的なテス
So he has what we call blocked regulation. Also was hier hat, ist eine blockierte Regulation. Und wir können jetzt direkt durch Auflegen von Substanzen feststellen. その物質が汚染されているか、何か害があるか、そういったものを見ていく、テストするのに、有効な、今テストを行うことになります。簡単です。これはアルミニウムと接することになります。これは典型的なベルリンの首都の病気です。アルミニウムが内部にあれば、アルミニウムが内部に体の中に入っていれば脳にダメージを与えることになるんです。コリアンダーというこの野菜ですね、草を使ったり、これを混ぜることで脳には大変良い働きを与えます。それは例えば記憶がないなかったりとかする人に大変有効なものになります。コリアンダーと一緒に、これはコリアンダーというのは中国の草なんですけれども、中国の野菜、草ですね。これをテスト、彼をテストしたら、体の外側の、外側をテストしたら、量子、And we find that there's also an intracellular blockage in him. Tested for Quecksilber. Okay, so I tested him on mercury.Was ist raus? Das können wir jetzt nicht hören. Was war das? Kommt gleich. Okay. Er hat Amalgamfüllungen gehabt, aber vor 10 Jahren etwa entfernen lassen. So he had Amalgam fillings in his teeth, but he had them removed 10 years ago. Ja, aber wir finden immer noch tief in den Zellen. But deep in the cells, we still find some residues of Amalgam.
wir haben ein Mittel entwickelt, was das aus den Zellen entfernt. And we developed a substance to, この今のこの、結果は、ウェブに書きます。This is also what I will write down on your website.Die erste Testung war mit einem Filter, den wir aufgelegt haben. So, the first test now was carried out with a filter that we placed on him. Jetzt kommt die Testung ohne Filter. Alles, was jetzt kommt, ist weniger. 一つ目の今の検査は、フィルターを通してだったんです。次はフィルターなしです。Now is not as important. これは最初の今、診察なんですけども、それ何か特別に、特別な部分は私が説明していきましょう。とても、シンプルな方法で行ったんです。このレーザー、だいたい10ドル程度の、このレーザーなんですけども、これを Können wir die Medikamente jetzt in sein Feld einspeichern? We can now store within his system. Und die Medikamente wirken dann für ungefähr 7 Wochen weiter. この方法で大体7週間、この方法で続けます。ohne dass wir die Medikamente geben müssen. Without having to actually administer. これはただ、生物学の、生物学物理学を使っていることになります。radikal mein Leben als Arzt verändert hat, which has radically changed my life as a physician. Das die meisten Behandlungsschritte. ほとんどの、診察は今は。薬物を使わないんですけども、今は、それでも少しは今は、薬物が必要です。治療がどのようなものかというのを今説明していますけれども。オフィスでの、診察は少しこのようなものとは違います。それから7週間このように続けて、手にそれを立ってみてください。他には量子によって量子物理学によってこの治療が行われています。これがファミリーコンステレーションと同じ方法なんです。ここでみんな同じヒーリング、患者の、癒し、もし一人と働いていれば、このような、癒しが、行われて、今自分が誰かということをことに気がつきます。これはもう独立したテーマです。今薬を取りましょう。もう一度テストしてみます。これがここに、これが特別な部分です。この方法の特別な方法です。
表面的に then all the unsolved soul conflicts come up onto the surface und lassen sich einfach behandeln. And can be easily treated. このトリックは okay. Now, 右が目を右にやってください。右左に行ってください。そして右に行かしてください。今度は下を向いてください。上を向かしてください。この目の動きが、この魂が上がっていくという、そのテストマンです。Acute change on the soul level. Just a little further away. ディジミカに説明しますと、誰かはこの問題に気がつかなきゃいいんですけども、私のこの手の動きに目を向けてください。もし問題があれば、目がポンと上に飛ぶことになります。その上に行くという、そのスキップする、そういった現象が起こるはずです。そうすれば、この目は上を見ることができないことになります。この小さなテストに内臓の中に入っていくテストをしたんです。すべての、この内臓に同士が、つながっていくということになります。まとめるために2、3個言いましょう。寂しさ、寂しさを感じること、一人ぼっちだと感じています。寂しさですね。このシステムは何かということを今尋ねていきます。これは何に属しているか。システマティックに、構造的に属しているかどうか。あなたの、この寂しさというのは、もしくはあなたは他の人の寂しさを受け継いでいるんでしょうか。それをテストしたんです。今の、命のテーマは、今の現在の生活の、これが、昔に属しているということです。あなたのシステムに来たのは何歳の時だったでしょうか、いつの時だったでしょうか。この継続は後に来るんです。
この寂しさはあなたの中に入ってきたのは今続いてます。今の今度の質問は、2つのことが、一緒に来ることになってくるんですけども、それはああ寂しさはエネルギー側にあって、エネルギーの分野から来たんです、寂しさは。この寂しさは、家族から持たされたものです。お父さん側の方の家族からです。もしかするとお母さんの側からだったかもしれません。お父さんの側からでした。もともとどこから来たかということを今から確かめてきます。この刺身さというのはお父さんの命から作られました。それとも、さらに後ろ側からでしょうか、もっと前の世代からでしょうか、それともあなたのお父さんの、おじいさんおばあさんの代からでしょうか、両親の代からでしょうか。これはですね、祖父母のレベルから来たんです。いつもは、この、家族の形成像ですね、そこから自分は、いつも探し出すんですけども、自分自身は、小さな、家族の出身なんです。お父さんとお母さん、そして一人ずつ兄弟がいましたけれども、それ以外はみんな亡くなっています。バートの場合は、いとこがいたり、もうお父さん側、おじいさん側の方はもう5人の兄弟がいたりとか、私の脳の中にはもう覚えてないぐらいの数がいました。そしてその家族構造をですね、書いていったんです。私は今時間が何時かということを今気にしています。シンプルなステップを今からお見せしましょう。あなたは寂しさをよく感じますか？はい。あなたはそれをお父さん側の感情というふうに見ますか？それとも、兄弟、これは、お父さんが自分の、お兄さんか弟ですね、どちらかと大変区別をしたんです。私のおじさんは、人々に対してとてもオープンな心を持っている人でした。お父さんはそうではなかったんです。だから私はそういった問題があるんです。このコンセントレーションを作用のこのエクササイズの中で何が起こったかということを見ていっていきますけれども、その時にその中でどのようなことが起こったかということです。祖父母の代よりもさらにもっとの祖先、その世代では ロシアユダヤ人かユダヤドイツ人だったんでしょうか。ドイツ人ユダヤ人だと思います。良いです。それでは
Okay, gut. Wir machen jetzt ein bisschen einfachen Ausweg. So now we'll just take a very 簡単な、近づきをやっていきましょう。どうぞ、目を閉じてください。お父さんを見てください。お父さんの目を見てください。そして言ってください。お父さんを何と呼んでましたか？パパと呼んでましたか？パパです。あなたと一緒に立ちます。去ります。パパと一緒に去りますと言ってください。それはあなたに属してましたと答えなさい。私はただあなたの息子であるんです。あなたは私のお父さんです。あなたは正しいお父さん、あと僕にとって正しいお父さんでした。だけど、寂しさをあなたと一緒に、から去らないといけないです。私は、続けることはできません。私は私の、人生から自由にならないといけないです。命から自由にならないといけないです。どうぞ息を深くしてください。お父さんを見ずにこの文章を言ってみてください。私は、この寂しさを私のシステムから取り出します。これ私の生活、命の中で作ったものではありません。他の人に運びます。息を3回して、そしてThree times, every time you breathe out, it's like you're letting go of this. 深く息を吐き出すようにしてください。いいです。今一言言ってください。私は、自分のすべてのものを、後ろに戻します。私が、持っていなかった場所に、なぜならこの寂しさは、祖先の、寂しさからもたらされたからです。どうぞ、大きく息をしているということを想像してみてください。そしてそれがあなたを、元に戻すんです。叩いてみてください。これが、血行ですね、そこを叩いていくことになるんです。そしてその、レーザーで照らし合ってみます。何があるかということを今見ます。今、体の中で何が感じるか、何を掴んでいるかということを言ってみてください。この、場所が、今少ないパワーしかないということです。パワーがないということです。ほとんど
今はもう一度それを取ってみましょう。その道具を取ってみましょう。もう一度して、道具を使ってみましょう。Gel, yes, the Russian gel. Okay. ノーマラ、普通はこの、治療によってですね、最初の部分で、この理由から一つの薬を使いました。物質が治療室では全ての、この物質を24時間前、この、治療の24時間前にそれを、飲んでくださいというふうに言っています。これは最も一番、パワフルな、ファミリーコンストレーションが一番パワフルな治療です。今は良くなってきていてますでしょうか。良い状態のままでしょうか。とても嬉しいです。ありがとうございます。今終わるのに少し、もう少し話したいと思います。15歳だったとき、自分が、とても、良い物質学の先生がいました。知識人が、原子力、この、戦争の後にはアメリカに移民に行くことを決めました。それか、科学者として、科学者と、それから先生としてどちらかの選択があったんです。私は彼に、とても感謝します。今私がこの仕事をできるということはその先生に感謝しています。私は、この物理学を彼によってとても愛することができたんです。私が一番よく勉強したのは15歳の時だったんです。もうその時にすでにそれが、その時に彼がすべて教えてくれたんです。それは、光とともに、光と一緒の、ヒーリングでした。そして、その時にすでに私の生きる道というのは光とともに、ヒーリングをすること、それだったんです。そしていくつかの例を、見つけることができました。すべて、自分は、薬と一緒に、医学とともに、そして医学と、機器と一緒に、
例外は、一つの例外は、物質がテストされたということ。これはレセプトは言いません。他の残りの仕事は、バートと一緒に働くこと。これがとてもありがたいということです。ありがとうございます。そのように私は信じています。ありがとうございます。